聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション。ローマ人への手紙。一章十六節十七節です。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも。信じるすべての人にとって。 救いを得させる神の力ですなぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです義人は信仰によって生きると書いてある通りです皆さんおはようございます さあ今日はローマ人への手紙の第8回目にやってまいりました今日のメッセージのタイトルはローマ人への手紙のテーマテーマ2ということです今まで学んできたことを確認してみましょうローマ人への手紙のアウトラインチャートをお持ちの方はチャートを開いてください 私たちは今ローマビ日程の手紙という巨大な建物の中を見て歩こうとしていますで、今私たちがいるところは助言というところでありますここはこの巨大な家の入り口であります玄関口ですこの玄関口には3つの部屋がありました1番目が挨拶という部屋です 1>, 1章の1節から7節で私たちはこれを4回に分けて学んできました2つ目の小部屋はローマ教会との関係これが8節から15節でしたパウロは一度も訪問したことのないローマのクリスチャンたちと心の絆を結ぶ必要を感じましたそしてローマ教会との関係の中でパウロは心の絆を結ぶと同時に 彼の使命意識が明らかになりました。彼は、ローマにいるあなた方にも福音をぜひ述べ伝えたいのですと表明しました。そして、3番目の小部屋がテーマですが、前回と今回2回に分けてこのテーマを学ぼうとしています。いよいよテーマに入っていくわけです。 前回は前にあるローマ人の手紙の一章の16節を学びましたご一緒に一章の16節を読んでみましょうはい「私は福音を恥とは思いません」「福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力です」これが前回の16節でした 先走って17まで読もうとした人がいました。で今日17節を取り上げるんですが17節この17節は実は今まで学んできた助言という7回にわたって学んできた助言というこの玄関口を全部総まとめにするようなメッセージになります。それが一章の17節です。 ちょょっと読んでみましょう。17節、はい。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これが一章の17節です。この聖句は暗唱するといいですよ。ローマ1の16、17は暗唱するといいですね。皆さんは、 聖書で一番有名な最も多くの人が暗唱しているよく知られている聖句っていうのは何だと思いますかヨハネの今から10年ぐらい前の話ですがアメリカのある大統領候補が「自分もクリスチャンだ」って,って記者から「あなたの好きな聖句は何ですか?」ヨハネのです 言ってみてみください。言えなくて恥をかいたっていう話がありましたけども皆さん言えますか言ってみてください。神は実にその一り子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこれが最も有名な聖句です。では質問です。聖書の中でもっと とも重要な聖句というのはどれだと思いますかえなんでこの質問を今しているかわかるでしょう <laughs> で。で今ね目の前にある「ロマン章1の17」もう一回読んでみよう。はい、なぜなら「福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に済ませるからです」。 人は信仰によってて生きるると書いてある通りですローマ人の手紙の中で一番重要な聖句は間違いなくこれです。1章の17節おそらく私の考えですが聖書全体の中で一番大事な聖句は何かと聞かれたら私はこの聖句を挙げるでしょう。少なくともこれを最も大事と言わない人であっても英語的に言えば「 最も大事な聖句の一つという言い方はできるでしょう。それぐらいに私たちは今日聖書全体の中のいわばで聖女のようなところに近づいているんですそして今日のこの聖句に基づくメッセージが理解できたならば私たちのクリスチャン生活は迷うことはなくなる。方向性がはっきりします。そのことを覚えてください そしてもう一度16節見ると前回言いましたけども日本語には出てない言葉があるんです接続詞がそれはなぜならという言葉なんですなぜそれが出てないのか私にはちょっとわからないんですがこの16節の頭になぜなら私は福音を恥じと思いませんと出るんですねそれはその前の15節パウロがローマでの宣教を強く願っている ととということを受けてそれとつな,いでるんですなぜそこまで熱心に思うのかなぜなら私は福音を恥とは思っていないからという論理展開になるんですさらに17節の頭にも同じく「なぜなら」という言葉がついてるでしょう。これは16節と17節をつないでるんです。パウロは16節で 信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって言ってるでしょだから17節なぜなら」っていうのはそのことを説明してるんですなぜ福音が神の力なのかということを説明してるその理由は福音のうちには神の義が掲示されているというのがパウロのポイントですそこで 今日はこの一章の17節、神の義が掲示されているという内容がどれほどすごいことなのかということをこれからご一緒に学ぼうとしています。で、このチャートをもう一度見てください。このチャートの助言の一番下のところ、一章の1から17と書いてある、その上に神の義の掲示とあるでしょう。これなんです。今日扱おうとしているのはまさに 神の義とは何かということを扱おうとしています。でメッセージのアウトラインですが今日は3つのことを言いたいと思います。1番目神の義の掲示。1番目のポイントは神の義の掲示。福音の中には神の義が掲示されてるっていうんです。2番目信仰の原則信仰の原則あるいは信仰という原則という意味なんだ。 二番目は信仰の原則を確認ししてみましょう。神の義と信仰の原則は密接につながってるんですそして3番目旧約聖書に見られる原則つまり信仰の原則というのは旧約聖書に見られるんだよ新しい教えではなくて既に旧約聖書からある原則だよということこの3つをこれから学んでいきます。 そして今日のメッセージのゴール着手点ですが今日はさっき申し上げたように助言をまとめるメッセージですから今日の着手点は「福音の本質」を理解しよう。「福音の本質」について7つの側面を話したいと思います。「福音の7つの側面を話す」することによって助言を終えて次回からはいよいよ本論に入っていくとこういう流れになります。 メッセージのアウトライン3つのポイントをノート書いた方確認してください1番目が神の義の掲示2番目が信仰の原則3番目が旧約聖書に見られる原則さあそれではいきましょう良いいいですか ?OK? でいきますよ「Are you ready?」yes, <we> はい行きましょう「神の義の掲示」です さあ1章の17節なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてとあります神の義と対立する概念は何かというと人間の義です人間の義とは何かというと技による救いのことですつまり救われるためには こうこうこうすればいいという教えが人間の義です。人間の義はわかりやすい。なぜかというと、人間の世界において誕生した義ですから。私たちの日常を考えていることの延長線上に人間の義というものがある。非常にわかりやすい。ですから、キリストの福音、 今私たちが論じているキリストの福音以外のものはすべて人間の義を追求しようとすする宗教です例えば世界の三大宗教であるユダヤ教キリスト教イスラム教を考えてもこのことが明らかですユダヤ教はまず血筋による救いを教えますユダヤ人であれば救われているその次は技による報酬を教えます つまり善行を積めば神様からたくさんのご褒美をいただけるこのことはある面では真理であると同時にある面では違うなぜかというと信仰から出たつまり信仰の応答として出た行為なのかあるいは単にポイントを稼ぐための行為なのかという点で大いに違う似ているようだけども違うそれは神様が動機をご覧になるからです ですから人間がいかに善行を積もうとも動機が間違っていれば神に評価されない。そしていかに善行を積もうともそれは神の義の基準には到達しない。これがユダヤ教の限界であります。イスラム教もまた技による救いを教える宗教です。ですからイスラム教徒たちが熱心に日に3回地に伏してメッカの方向を向いて 礼拝をしている姿を私たちは最近テレビの映像などでよく見ますなぜあれほど熱心なのかそれは根本的なところで技による救いがあるからですつまりユダヤ教イスラム教以外のその他の宗教もすべて人間の義を追求しようとするものですこうすればこういう義が与えられるというものこれが キリスト教以神の義というのは何なのか神の義は福音のうちに掲示されたんだから掲示っていうことは人間の頭では知りえないことです。人間の頭では考えられないことです。それを掲示というんです。神ご自身が 私たち人間には知りえないことを教えてくださったんです。その内容は何かというと罪人を義と宣言する罪人を私たちのようなものを神の法廷で義と宣言する神の法廷というのはモーセの立法が支配している法廷です。 その中で神が私たちを義と宣言してくださる。これは私たちが良い人間になったということとはまた違うんです。これは私たちがあるがままで神の義をかぶせていただくことなんです。これを神学的には難しい言葉で「天下」っていうんです。よく「責任天下」って言うでしょう。天下です。責任天下。自分の責任を人に追っかぶせること。 これ悪いことです。しかし神の義の天下っていうのは、義の天下っていうのはいいことです。それは神ご自身に属する義を私たちに被せてくださることです。それが神の義です。そしてそれが神の義であるというためには、それを実現する方法自体が神の性質に反していないことが大事ですね。あの、最近は、 タイガーマスク現象が起こってますよねあのネズミ小僧って言葉聞いたことあるそのうちネズミ小僧も出てくるかもしれないどういう人ですかネズミ小僧ってえあの人いい人ですか悪い人ですか悪い人ですかいい人ですか 庶民には人気があったんじゃない何で庶民に人気があったの貧しい人にあ施すからなんで悪い人だというの盗んでくるから,だからこの人はいいことをする方法が悪いんですわかる意味だからもし神様が私たちを義とするということがいいことであったとしてもその 方法においいて問題があるなならば、神の義とは言わないんです。だから人間を義とする方法も目的も全て良くなければならない。ゴールも方法も神の義なる性質にかなっているということこれが福音の中に掲示されている神の義なんです。で神の義は人間世界において誕生した義ではないので分かりにくいんです。 もう正直に言いますとここに集まって私はイエス様を信じてる人は日本人の感覚から言うとちちょっっと変変わわてる人たでですす風りなぜかというと常識では考えられないことを信じちゃってるからまあどんな新聞読んだって本読んだって週刊誌読んだってね日本人っていうのは日本の知識人というのは 心から私は神の存在や死後の命を信じていると公に告白する人は皆無ですよ。私は死後の命なんか信じてない存在だけどっていうのが一つのステータスですよ。私が非常に敬服している芝梁太郎という先生がおりますが、あの先生だってあの先生は一つは天皇については一切触れないで日本の歴史を解き起こしている。 もうちょっと生きて天皇について書いてほしかったなっていうの願いですね僕の。もう一つは彼は信じてないつまり神の存在なんか信じてない人です。すごい人だなと思いますけどね尊敬しますけど私たちは日本で1%以下だって言ってるクリスチャンはなぜ信じることができたのかイエス様が ニコッと笑って私たちにこう言われるでしょうあなたは幸いだ中川健一あなたは幸いだこのことをあなたに示したのは天のお父様だよ私たちは神の恵みのゆえに神の義を知ることになったんですこの分かりにくい人間の論理では分かりにくいものを知るようになったんです分かりにくくなければ刑事ではない逆説的に言えば 分かりにくいからこそ刑事として受け入れるベースがあるんです。それは、福音の内容というのは前回も言いました、毎回言ってますね。3つ、福音の要素ってのはあるんです。それは、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、墓に葬られたこと、そして何 ?3 日目によみがえられたこと、これを受け入れて、キリストをそのような方として私たちは信頼してるんです。それが 福音なんです、okay? ところがなぜこれが神の義を転嫁していただく方法かというのはいまいち分か,かりにくい、えー、この「ローマ人への手紙」のシリーズの第1回目に私は内村勘三という先生の話を取り上げました彼が「ローマ書の研究」という本を出しているという話をしました。ここで内村の内村村のの先生の 心の体験にについて皆さんにご紹介しますというのはこれを読むとまさに日本の人々が今もキリストの福音から遠いという理由がよくわかる。彼はこう言ってます。これはちょっと文語帳ですので僕が翻訳しながら若い人のためにねあの大正明治生まれの方は OK ですね。 若い人のために翻訳しながら行きたいと思います。彼はこう言っています。儒教国に育ちし我らは、キリスト教をもって聖人君子たるの道と考え、完全なる道徳的状態に達せんこと信仰の目的と考えやすい。こうまで分かった。つまり私たち日本人は儒教的な背景があるから、キリスト教も儒教のように考えてしまって、 聖書を読んで自分が聖人君子のように完全な人間になろうとするこれをキリスト教の目的と考えやすいというわけです。このオッケー。叱る時」というのは「叱る時」そのように考えてるとという意味です。己の実情が己の理想を添わざるため苦悩、往々の襲うところとなるのである。 しかしそんな考えしてると現実と理想があまりにもギャップがありすぎてクリスチャンになる前にはあるいは教会に行く前には感じなかったような深い深い苦悩に襲われるんだとこの状態がクリスチャンから苦しいちゃんになってる状態です。世のごときは 私の場合はってね世の私の場合が典型的な例でこの罪のもだえに泣きしも泣いたけれども日本国においてこれを解決するの道なくて日本中いろんな人に聞いたり本読んだりしたけど分かんなかったって言うんですためにはるばる米国にまで渡りてこの疑団の偽団ってのは疑問の塊ね偽団の評価を求めたのである。 だからあまりにも疑問が多いからわざわざアメリカまで勉強に行って何とかこの問いに答えてくれないものかと探求したんだというわけです。時に親切なる先生ありこれはねその時非常に親切な先生にお会いしたんだってこの方はこれは僕が補足説明ですが彼が留学したアマスト大学の総長のシーリーという先生です。 世にに教えて曰く、私にこう教えてくれたんだってわけです。これから鍵括弧です。何時あなたねあるいはもっと砕けて言うとあんたなって自らギタランと勤むるなかれ自分でギを追いかけるような愚かなことはしちゃいかんよって言うんです。祖はあだかも小児が植木を鉢に植えて毎日引き 抜きつつ発育遺憾を調査する類にて <laughs> あなたのやってることは子供が鉢に植木を植えて毎日それ見ながら引っ張ってねおいもっと大きくなれ大きくなれてやってるようなもんじゃないか到底できうべきことにあらずそんなことをして植木,植木が育つのかって言うんです根まで枯れちゃうじゃないかって言うんです何時自ら清くならんと努めずしてただ 十字架のイエスを仰げさらば平安難事に臨まとそんなことはやめて十字架のイエス様を見上げるんだよそしたら人知を遥かにに超えたた平安があなたの心に宿るんだよ。これはね内村先生の救いの瞬間であるとともに清めの瞬間ですよ。 清めっていうのはある時に起こる体験であると同時にプロセスですねそうかイエス・キリストの十字架を見上げて平安を得るんだこの中にもこの瞬間今清めを頂い,いた方が何人かいると思いますよそうか私が悩んできたあの問題はイエス様を仰ぎ見るところから来るんだ解決は来るんだなぜなら 十字架のイエスはいつまでも十字架にないよみがえり今も生きていて私を救うことができる我が罪はあの十字架の上に処理されたで、内村先生が続けます各教えられて大いに悟るところありこのように教えていただいてそうだったのかと深く深く感動を感じかつロマ書を誠読して と同時にローマ人の手紙を一生懸命読んだそしてついに平安に達したのであるだからローマ書を彼がこよなく愛した理由はこの彼の戒心体験であるんですねそして書き括弧仰ぎみをさらば救われんとイエスを仰ぎみをそうすれば救われこれがローマ書の 提示する平安獲得の道であるこの内村先生の改心体験をもとにもう一度一章の17節読んでみよう。なぜなら「福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです」。「義人は信仰によって生きると書いてある通りです」。 今私は17節の3分の1解説終わったんですでその義は次何て書いてある信仰に始まり信仰に進ませるからですつまり神の義を受ける方法は最初から最後まで何信仰だって言うんですこれを信仰の原則というんですねじゃあ2番目見てみましょう2番目のポイントは信仰の原則です 新共同訳はこの箇所を公約してるんです。それはそれってのは神の義。それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。これ分かりやすいね。で、新共同訳はむしろ直訳的ですね。信仰に始まり信仰に済ませる。新共同訳は今の新改訳ね。新共同訳はそれ。 つまり神の義は初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。英語では Out of faith, into faith 信仰から出て信仰に至るつまり言ってることは福音というのは最初から最後まで信仰を土台としてのみ機能するということです。つまり神の義を受けるあるいは 神の救いを受けるベースは最初から最後まで信仰であるということです信仰が源であり信仰がゴールです信仰から始まっており完成も信仰なんですそこで信仰から信仰へと言うんだけれどもこの「ロマ書のチャートをもう一回見てください前回も話をしましたが じゃあ、信仰によって何が得られるのか、それが前回話した救いですよね。で、救いには3つの要素があるって言ったでしょう。このチャートの建物の三角屋根見てください。最初、何て書いてある義人次が聖か、次が英か。そこまで、8章の終わりまで私たちは行くんですよ。だから今、信仰から信仰へ。 最初から最後まで信仰という原則によって得られるものは何かというと、義人と聖下と栄下とが得られるんです。これが救いの3要素です。このチャートは展望できるのですごくいいと思います。パウルはテーマをここで展開し、そして救いの内容、神の義の内容についてこれから展開しようとしています。 救いの3要素をもう一回確認しようこれは何回言っても大事だから一番目の「義人」というのはこれは自世で言うと何系過去形の救いもう過去に起こったことですイエス・キリストを信じた人は義とされてるんです神の義を転化されたんです善良な人間になったということではない ここれれは義ととと宣言されたということです。だからあの人でもクリスチャンという人結構いるでしょう。えー、あれでもクリスチャンってあれでもクリスチャンよって言ってやったらいいんですよ。というのはその人はあれでも義とされてるんです。神との関係が変わったんだもん。逆にね次パウロは次回からね義人の話するんだけど冒頭にね罪の話してるんだよ。 罪人だってて話してるのつまり神様の救いを欲しいと思う人は自分がとんでもない人間で恵みにかなければ救われないということを認識できなかったら救いは欲しくないの。だからあれでもクリスチャンかという人よかったね。自分がこのような人間だということを認識したから。 だから神様の救いのありがたみが分かったんだよ。自信がある人は神様のところになんか来ないです。足りてますって。昔あったよ。僕が子どもの頃、よよおし売りが来てね。何をに来たと思うゴムひもだよ。若い人知らないだろ。その時に断る言葉って必ず決まってんの。それはね足りてますっていう。そうやって追い返すんです。 だからら福音を語っってててんよ。足りてますって言うじゃない。ゴムひもやゴムひもだってね旦那のパンツのゴムひもが切れてねなかったら必要なんだよだから買うんだよ福音はどうよ福音は足りてるんですかそれは私のようなものがという認識がなかったら救いには来ないですよ 私たちにはそれが与えらられれたから感謝ですそれが分かったから善良な人間になったということではなくて父なる神神ととととの関係が変化ししたたいうこと神と和解したんだ,だから途中で出てくるんだけどロマンションの中でね「私たちは神との平和を持っている」これが「義人の状態」ですね。「神との平和」はどうやって成就するのか信仰のみによって成就します。 だから内村先生が心の中に葛藤を感じたんですよ。もうこの痛みこの苦しみをどうするか和らいでないわけです神様となぜかというと十字架のキリストを仰ぎ見てそのあがないを信じるという信仰が欠けていたんですまず理解が欠けていた理解がないと何を信じていいかわかんない義人は信仰によってのみ成就します。 その次、2番目の要素は聖火です。これは時生で言うと何ですか現在進行形でですすよ。にょろにょろ ing ですよ。ING これはもう昔ね予備校の授業なんかでよくやったんです英語のね「ING」がつくと進行形だと教えられましたこれは完成に向かうプロセスです。 義人のの恵みを受けた人はその瞬間から成果のプロセスに入ってますそれがいいですかあれでもクリスチャンかって言われる人が20年も経って同じようにあれでもクリスチャンかって言われてるとちょっとおかしいんだよ。その時に反論したらいいよ「20年前はあれよりひどかった」って。<laughs> <laughs> つまり。 その人は <laughs> その人なりに <laughs> よくなってるんだよ。それぞれどこからスタートしてるか違うだろうからだから成果のプロセスだクリスチャンはみんなこの過程を歩んでるんです。このところで一番難しい問題が来る。日本のクリスチャンの問題のほとんどはここに集約されるかもしれない。イエス様は信じて救われた。 義とされたことはわかるでもその次がどうもうまくいかないなぜかというと信仰によって成果を求めてないからです努力や技によって求めようとしているからですつまりその状態が植木に木を植えて引き抜こうとしている状態です福音の中には 神様の命が内蔵されているだから条件に合い時が経てば自然に木は成長していきます。それと同じように私たちは十字架のイエス・キリストを仰ぎ見今も生きておられるイエス・キリストに信頼し続ける時に気がついたら以前の私ではなくなっているんです。 イエス様のご人格にどこかるるようになってきてきんですその人が自分はクリスチャンだっていうかクリスチャンでないっていうかそれはねあまり重要なことではないね神様の目から見たらはっきり分かってらっしゃる神様その人が本当にキリストに信頼を置いて棒ナげンしてる。 魂が生まれ変わっているか魂が生まれ変わってなかったら成果のプロセスに入らないからねでその人が魂が生まれ変わっているかどうかを確認するポイントはどれだけ聖書の知識があるかではないその人の人格の中にどれだけキリストの香りが宿っているかこれがその人がまことにキリストの弟子になっているかどうかを判定する一番 強いポイントでしょう身によって見分けるこれは技による救いなんじゃないか全然違いますね信じた結果として自然についてくる身というのがあるんですそれが行動であり人格的な完成です繰り返しますが成果もまた信仰のみによって成就しますですから ここういうういいとは絶対言わないようにね。洗礼受けた人に「あなたよかったねイエス様信じて今までの罪は全部許されてきれいになったからねだからこれからは赤点取らないように頑張ろうね」これは福音ではない「よかったねこれからイエス様に似ていくんだよそれも信仰で完成されるよ」 と教えてあげるこれが本本当当のの信仰本当の福音です私は今回ローマ書をもう一度このように厳密に釈疑し公開メッセージしながら「ああ日本のクリスチャンはどれぐらい福音を本当の意味で受け止めて理解してるんだろうか」という思いにな,ざならざるを得ないそして嬉しいことは日本のクリスチャンを 代表したあの内村鑑三という先生が、まあ、ことに神様の恵みを知って救いの喜びを手につかんだ方だなということがあの証からよくわかる。だから彼はあのような働きをすることができたんですね。そして救いの要素の三番目が栄化ですね。栄化は受生で言うと何ですか。 未来系の救いですね。これは救いが完成した状態です。成果が完成した成果っていうのはねまあ微妙な言い方だけど成果が完成したら栄化なんだよだから厳密な意味では成果の完成というのはないのね成果のプロセスの行き当たりに栄化があるわけです私たちはやがて栄光の姿に変えられますそれは キリストのに姿に変えられるその時に私たちはもはや罪を犯す能力さえなくなるほどに栄化されます。栄化は信仰によってのみ成就する救い祝福です。この儀忍聖化栄化というこの3つが福音が提供する神の救いなんです。 いいですかこれを自分のものにするのは最初から最後まで何ですか信仰なんですこれがが神のの義が成り立つための条件なんですだから神の義と救いと福音っていうのは全部信仰から信仰に至るということを示してるんです信じたものには 今言った「義人、成果栄華」という3つのステップが保証されていますそしてキリストは今も生きておられるからそのキリストに復活をあごめんなさい信頼を告白する人は完成へと導かれるんですどのようにして成果が起こりどのようにして栄華が起こるか私は説明できませんただ体験的に自分のうちにも 聖化のプロセスが継続して起こっていることを自覚していますそして理解はできないけれども信じているがゆえにやがて栄化されるということも受け止めています皆さんも同じだと思いますそれが信仰から信仰へという原則なんですあなたのそばにリキで 頑張ろうとししてててすごくく苦しんでいいるクリスチャンがいたら、教えてあげてください「ちょっと肩の重に下ろしたら?」って言って内村先生の話なんかしてね「あなたの姿見てるとまるで子供が植木鉢に木を植えて引き抜こうとしてるようなもんだね」「まあこの話内村先生から借用したんだけどね」ってちょっと言ってもいいんだよね。 そうやって教えてあげてくださいその時にその方の顔は喜びで満ちるでしょう信仰から信仰ですねで、17節の今3分の2終わりました最後の3分の1何て書いてある義人は信仰によって生きると書いてある通りですこれはね旧約聖書に見られる原則だからパウロはここで あのね私の言ってることは新しい教えじゃなくて旧約時代にすでにあったんだよ」って言うんですちょっと一句読みます「天の原いつもこれだけどね天,天の原振り酒見れば春日なるはい次は三笠の山にいでし月かも出店はどこよ」。 なんで日本人これ知ってんの。どこに出てくるのこれ。百人一首の一つ、誰が読んだの。誰か知ってる人。これはねえ。うん。言って誰か。僕答えあるんだけど、間違ってたら嫌だから。<laughs> 安倍の仲間のじゃない。合ってる。 まあ、作者誰か別としてあの大体日本のある程度教養があるっていう人は「天の原」っつったら笑うんだよね知ってるからあなんで急にって言うんだよねそれは日本人として古典を常識としてある程度知ってるということなんだよ。パウロはここで「偽人は信仰によって生きると書いてある通りである」って言うじゃん。これすごいんだよ僕ね 今回この箇所用意してて感動したポイントの一つはこれだよねつまりね出典がどこだって書かなくても紀元1世紀のクリスチャンたちは分かったんだよ特にローマの教会にはユダヤ人信者がいたユダヤ人たちはこの聖句は確実に分かってる。と同時に違法人でさえも 旧約聖書を学び重要な箇所や概念は吸収していたということが感じられるでなければパウロはあなた方は知らないかもしれないけれども予言書の中のハバーククの書の2章4節にこう書いてあると言ったはずなんです今言いましたねどっからの引用ハバーククの2章4節からの引用ですだからここでメッセージする時はそういう ところから取ってきてるんだよということを説明しなきゃいけない。だけどパウロはこの手紙ではさらっと言ってるじゃない。まるでシェイクスピアが聖書の言葉を駆使しながら、ね、自由自在に用いながら、聖句どこどこ引用なんて書いてないのとよく似てるじゃない。それぐらいに聖書知識があったんだ。このことを通してパウロはいかなる ディスペンセーションにおいてもディスペンシーションというのは時代であり経輪という言葉をよく使いますね経済の経にそれから輪というのは意図変に何ていうのこれあの倫理の右下経輪あるいは時代ですねいかなる時代においてもつまり旧約聖書の時代においても信仰の原則はすでに存在してるんだと。 だから救いは信仰によるんだということを彼はここで言いたいわけですね。そこでハバクク書2章の4節用意しましたので見てみましょう。ご一緒にここ読みましょうね。ハバック書2-4です。はい。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。パウルはこの後半を引用したんです。正しい人は、つまり偽人で。義人は その信仰によって生きるでここで僕らはパウロが引用しているハバクク2章の4節の意味をその文脈を理解しなければいけないこれは紀元1世紀のローマの教会の人には説明する必要がなかったここでは説明する必要があるんですハバククという人は神様に祈りの中で疑問を呈した人です 皆さん、祈りの中で神様に文句言ったり神を疑ったり抵抗したりすることは OK です。最後に「でも神様は信じてますからね」と言ってください。ユダヤ人にとって600万人の同胞が死んだあのホロコーストの出来事は もう言葉になんかできないような悲惨な出来事ですあの出来事のゆえに神の存在を疑って無神論になったユダヤ人が数知れずおりますと同時にあの痛みの中から偉大な芸術が生み出されてきてるっていうことも事実です例えばある音楽家はその音楽シンフォニーの中でね神に対して悪態をつき 神に抵抗し疑問を呈しありとあらゆる不満をぶつけた後に最後の終わりのところででもあば分からないけど信じますよというところで音楽を得るこれは多くのユダヤ人の気持ちでしょうね私たちの人生も同じですねアバククは その代表でですすよ彼は神様に疑問を呈したんですねなぜ神の民と呼ばれるユダの中でつまり南王国ですよユダの中でこんなに暴虐が行われているのつまり不正残忍な行為あざき支配者による抑圧こんなことが起こってんのか神様何回も祈ってますけどあなたは答えてくださらないどうして 民の罪をこのままにしておくんですかと彼は泣き叫んだんですこれが彼の第一の疑問なんですそれに対して神様は答えをくださいました時が来たらユダを裁くだから安心しなさいユダを裁くための器を起こすよそれはカルデア人だってんですこれバビロンのことバビロニアのことです この時点でバビロニアはまだ注目されてない小さな国ですだからこれはものすごい予言になってるわけですねだからこの国が強大な国として登場するっていうことは驚愕すべきということですと同時にバビロニアっていうのはものすごく残虐なんです暴虐なんですだからハバククは第二の疑問を持つんです 第二の疑問は神様はイスラエルの民が滅びることはないというのは信じてますよそれは神と民の間に契約関係があるからだけど神様どうしても理解できないそれはユダの罪を裁くのにそれよりも悪いバビロニアをどうして用いるんですかってこれは第一の疑問よりも重大な疑問です20世紀のホロコーストに関してねユダヤ人は同じ疑問を持つでしょう ユダヤ人はあなたに背を向けて確かに裁きに値するかもしれないしかし私たちを裁くために私たちの何倍も悪いあのナチスをどうして用いるんですかという疑問でしょう。これがハバックの第二の第疑問なんですで。それに対する神様の答えはこれなんです。神の言葉を信信じ、それに従って生きるる。人人は信仰者であり義人でああり バククは神がなぜカルデア人を用いてユダヤを裁くのか理解できないんです。しかし神はその理由を説明しようとしてないんです。神は最終的には全ての問題が解決する。だから信じなさいと命じたんです。そして罪深く傲慢なカルデア人は必ず滅ぼされると予言されました。それで ハバククはこの言葉、正しい人はその信仰によって生きる。つまり、何がわからなくても、最後は神様がすべてをよしと変えてくださる。それを信じていこう。ハバクク書の最後の祈り、見てください。3章の18節。一緒に読みましょう。しかし、私は主にあって、喜び勇み、私の救いの神にあって、喜ぼう。これがまず、 彼の最後の祈りの前半です。神の計画が最善であることを信じて前進しようと、彼は告白したんです。次、十九節、はい。私の主、神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために弦楽器に合わせて、まあ、これは読まなくてもいいんだけども、これは最後のコメントですね。十九節見ると。 逆境が彼を神に近づけたというのがよくわかります。なぜならば彼は私の足を目近のようにし目近の足ってどんなですか飛び跳ねるんだよ。私に高いところを歩ませるこれが信仰によって神に信頼した人が得る心の平安の状態ですだから「バクク書」の中にすでに理解はできなくても「 信仰によって生きなさい私は必ず最後全てを解決するこの原則が表現されているその信仰を持った人を義人と言われるんです神に信頼して魂の平安を得た人です神と和らいだ人ですパウロはその言葉を引用して「義人は信仰によって生きると」とローマのクリスチャンにそして私たちに語りかけている 理解はできなくても福音を信じたならば義人聖果そして栄華は必ず与えられるこれが神の義であります。さあこの助言を全部まとめて語るメッセージが今日でありますから結論のところで7つの「 福音の側面をまとめてみたいと思いますこれは今まで8回かけて学んできた1章の1節から17節の内容のまとめです1番目福音の制作者は神です福音の制作者は神ですですから私たち人間がそれに何かを加えたり改善したりすることは 許されていませんそのまま純粋な福音を届ける必要がある。2番目福音には神の力が内蔵されているだから福音をそのまま伝えれば前回確認したようにそれはその人の心に種をまくようにして時と状況が整えば必ず芽を出すんだ。福音には神の力が 内蔵されている3番目「福音は人に救いをもたらす」「福音は人に救いをもたらす」その「救い」の内容が3つあったねそれが「義人聖か「栄かです「福音は人に救いをもたらす」4番目「福音はすべての人に差し出されているすべての人が救われるわけではないんです。しかしか 福音は、福音はすべての人に差し出されています。5番目。なぜすべての人が救われないのかそれは5番目のポイントがあるからです。福音を受け取る唯一の方法は、信じることです。信じない人は、差し出されているものを拒否しているんです。信じた人は、差し出されたものを受け取ったんです。そして 神の義は信仰に始まり信仰に終わるあるように福音を受け取り救いが完成するのは最初から最後まで信仰という原則です信仰という原則のみによって福音の命が機能するんです番あ6番目福音には神の義が掲示されている福音には神の義が掲示されているこれは 信じる人は神の義を持つ信じる人には神の義が添加されるということと同時に神ご自身がご自分の義と矛盾しない方法で人に義を与えてくださったということです。これが神の義が掲示されているという内容です。そして7番目「福音の伝達」には順番があるまずユダヤ人そして違法人まずユダヤ人そしてギリシャ人というこの順番があるということですね。 これがパウロが一章の一節から17節で語った内容ですそして次回からいよいよ本論に入っていきます義人・聖英の内容を見ようとしています今週1週間私たちが十字架のキリストを見上げまた今も生きておられるキリストに信頼を置いて歩むことができますように1週間終わった時にああ 自分についてそんなに関心払わなかったけど振り返ってみるとすごいいい1週間だったなと思えるこれは素晴らしいね自意識が強すぎるっていうのはまだ信仰の原則で歩んでないんです自意識が強すぎると傷つきやすくなります人からどう見られてるか私はどうなのか 自己検証ばっかりしてるんです見上げているものが違うんですイエス・キリストを見上げるときに自分を忘れます結果として出来上がってきますこういうことだよね神様が働いてくださるということ素晴らしい一週間が皆さんの前に展開されようとしています信じて出て行きましょうお祈りします天の父なる神様 あなたの純粋な福音について今日しっかりと考えることができました感謝をいたします日々の戦いはありますけれどもどうぞ瞬間瞬間あなたを見上げてあなたの超自然的な力に運ばれて日々を過ごすことができますように 今年は国際情勢も国内情勢も大混乱に陥る年のようでありますがもう一度、常しえに変わらないものに目を留めて自らの立ち位置を確認することができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメンご一緒に祈りましょう。今どうぞあなたの祈りを捧げてください。 この無料配信は皆様のお祈りと献金によって支えられています。